エロいの来なかった。なんだこれは。野くん、今度は何が見えたの？どこかに閉じ込められたやつの記憶だった。多分スーツケースのような場所だ。そいつは最後水の中に捨てられた。何それ、もしかして殺人事件？おい、どうした？あっち、池の方、見て。何？暗くてよく見えないが、あれは女か。腹が膨らんでいるようにも見える。白いワンピースの妊婦が水面に立つ光景、俺は見たことがある。こいつが浦島女なのか。私、ベビーカー。ねえ、何してるの？とても人が発した声とは思えなかった。ち、まずいぞ。下手な答え方をしたら俺たちもあの女子大生のようになっちまう。探してるやつがいる。グッド。聞こえづらい。赤ちゃん。向こうで見かけましたね。嘘をついている味だぜ。浦島女はじっとこちらを見ている。嘘つき。不意に喉に水が入ってくる感覚に襲われる。口や鼻から空気を吸うことができない。激しい窒息感とめまい、体も硬直していく感覚がある。早くこっから離れなくては。薄れていく意識の中、石のような体で闇雲に走る。何かにつまずいたと思った時にはもう体を動かすこともできなくなっていた。亀。沈んでいく暗い水底へ。最後に見たものは頭上に浮かぶ奇妙に黒ずんだ自分の腕だった。そんなにグロくない。そんなにっていうかグロくないな。お前の腹やろがい。あ、いいんだ。覚悟を決めて浦島女の膨らんだ腹を指さした。そこにいるんじゃないですか。どうして、お腹どうして。消えた。あ、二択でいいんだ。二問でいいんだ。いったか。みたいだね。まずはよかった。殺されなくてな。一回殺されましたけど。そうだね。でも、浦島女、マジでいたんだ。白い人影とかは見るけど、あんなにはっきりしたのは初めて。ちょっと感動した。それよかったな。そういや浦島女、教えてって言ってたね。赤ちゃん教えてと浦島女は言っていた。これは一体どういう意味なのか。
それにあのベビーカー、浦島女のものだったんだ。ああ、そうらしい。そうなると、さっきブラッドメトリーした本も浦島女のものってこと？じゃあ俺がさっき見た記憶は、浦島女が死んだ時の光景なのか。そうかもしれない。ねえ、野くん、浦島女はどこで殺されたの？視界が狭くてよく見えなかったが、お堂があった気がする。お堂って、ブラッドメトリーの時、赤い扉のお堂が一瞬だけ見えたんだ。野くん、ナイス。重大な手がかりだよ。確か正門の案内板に書いていたっけ。浦島池の中央に島があるって、そこにお堂が立ってるって。あったよ。島の名前は竜宮島で、お堂の名前は玉手堂みたい。どっちも名前の由来は浦島太郎だろうね。こうなったら玉手堂に行くしかないよね。浦島女がいるかもしれないし。池の向こうか。そうなるとボートが必要だな。さすがに泳ぐわけにもいかないだろう。そうだね。ナイトプールならともかく夜の池は泳ぐ気ないし。何気にパリピアピールしてますね、この子。ここでボートフラグが立つわけか。しかし肝心なものが見当たらない。オールか。オールが見当たらないな。貸しボートでしょ。だったらそこの小屋にあるんじゃない。閉園時間になったらオールを閉まっちゃうのかも。でも鍵かかってるし。オールがあるとしたらこの中だろう。中を調べるならシャッターの鍵をどうにかしないといけないわけか。アイドルのお仕事にピッキングは含まれてないよ。知ってる。期待はしてない。私が忍び込む心霊スポットは屋外とか廃墟だけだしね。そっち方面は彼が詳しいんじゃ。家庭の事情とかなんとかでさ。天の目か。だろうな。少なくとも俺たちよりは。力任せに破壊する方法もなくはないが、下手に物事を立てたくはない。ボート小屋を調べるなら一度戻って天の目を連れてきた方が良さそうだ。現在の同行者ではこのスポットは調査できません。エリアの入り口で同行者を変更できます。結局か。結局チェンジしないなあかんか。 RPG でいうところの強制加入ですわ。オッケー。行くぞー。どうやって開けるんだ。針金でピッキングだろうか。シャチなシリンダー錠だな。これだったら簡単に開けられるよ。マジかよ。さすがヤクザの息子。おいおい、そっちは関係ないってば。単に個人的な事情で覚えただけさ。どんな事情だよそれ。昔親父の書斎のロッカーに拳銃がしまってあると信じててね。そっち方面に興味があった当時の僕は、こじ開けるために四苦八苦したわけ。その時にピッキングの基礎技術は大体習得したよ。で、あったのか、ブツは。ああ、ちゃんとあったよ。ディティールから重量まで本物そっくりのご立派な拳銃型ライターがね。何でもシチリアの友人にもらったらしい。なんつうか、お茶目な親父さんだな。家族はいい迷惑だよ、まったく。おっと、話がそれた。本題に戻ろう。ピッキングには道具がいる。
適当なものから作ることもできるけど、なんか持ってないか。どういうものがあればいい。そうさね、レンチの代用品と細くて頑丈な針金、その2つがあればいけるはずだ。待ってろ、バッグを調べてみる。代用品になりそうなものを2つ見せてくれ。何かいい手がひらめくかもしれない。レンチの代わりになりそうなもの、まずは針金でしょ。なるほどね。もう一つピッキングに使えそうなものがあったら見せてくれ。針金とタイピンで挟むのか。うん、考えてみたけどどっちも使えなさそうだね。細くて頑丈な針金の代用品としてタイピンは太いし、この針金は柔らかすぎる。もちろんレンチの代用品にはならない。両方とも返すよ。もっといいものはないかい。うっそやろ。これか。ピン部分が少し太い針金になっている。なるほどね。レンチの代わり、汚れたネクタイとか。懐中電灯。おしゃぶり。ヨガの本。ダメか。じゃあもう一回タイピンでやってみるか。髪飾りのピンの部分は細くて頑丈な針金の代用品としては使えそうだね。預かっておこう。けどタイピンはどう見てもレンチの代用品にはならないね。こっちは返すよ。調べ足りねえか。ん？ボートがあるぞ。風で流れ着いたのかな。なるほど。手をつなげば十分届くな。天の目、手伝ってくれ。いいけど僕は岸の方だからな。なんでだよ。服が汚れたら困るだろ。大丈夫さ、君は黒系だから汚れが目立たない。ほらさっさと始めよう。でも力はこっちの方があるやろ。よし、行け。もうちょっとだ。天の目、もっと頑張れよ。やってるだろ。いいぞいいぞ、これよ。さすが健康優良児。うるせえ、汚れ役ばっかりやらせやがって。お前ヤクザやろ。骨だけになったみすぼらしい傘が転がっていた。傘持ってくのかよ、そのゴミ。うるさいな。なんかの役に立つかもしれないだろう。まあそれが君の判断なら従うまでさ。僕たちのチームワークの記念としてはしょぼすぎるけどね。傘、念のため漁ってみるか。タオルケット。どうする気だい、それ。それはこれから考えましゅ。とりあえず傘でやってみますか。
もう一つピッキングに使えそうなものがあったら見せてくれ。あ、一旦返してもらうんだ。壊れた傘は手を加えればレンチの代用品になるかもしれない。どういう理屈で？この二つバラしちまってもいいかい？ああ、好きにしてくれ。どっちも広いもんだ。オッケー。じゃあ始めるとしよう。じゃあまずはと、君の自慢のパワーでこの傘をバラバラにしてくれないかい？君なら楽勝だろう。そりゃまあな。そんな音鳴る？お、いい感じいい感じ。おい、本当に道具になるんだろうな。単純な道具だから大丈夫。ほら、終わったら貸してくれ。おう、あとは任せた。あとは任せた。ふう、なかなか硬いな。君、よくもあんな簡単にポキポキと折れたもんだね。お前も鍛えりゃできるようになる。なんなら今度鍛えてやろうか。いや、遠慮しとくよ。汗臭い仕事は自分でやるより他人にやらせるのが僕の流儀さ。よし、完成。即席レンチの出来上がりっと。それでは少々お待ちください、お客様。何の店だよ。どうした？ああ、終わった。シャッター開けといたよ。あっ、嘘やろ？もう開いたのかよ。驚くようなことかい？道具さえあれば誰でもできるよ。まあ少々強引にやったから道具は壊れちゃったけどね。さあ、早いとこ中を調べてみよう。そうさね。しかし思ったんだが、ここまでやってオールがなかったらどうする？嫌なこと言うなよ。大丈夫、普通に考えればここに。おお、ボートのオールを手に入れた。なんだ、普通にあるのかよ。そりゃあるだろ。さっさとボートに運ぶぞ。手伝えよ。ん？電話だ。俺だけど。なんだ、葉月か。どうした？ちょっとやばいかも。今警備員が中に入っていったよ。パトロールかなんかだと思うけど、早く外に出た方がいいよ。わかった、そうする。誰から？葉月だ。警備員がこっちに来る。おっと、まずいね。なら一時撤退かな。それしかないだろう。隠れながら正門まで行くぞ。まずいな。見ろよ、向こうから警備員が。まずいですよ。見つかるのだけはやばい。そこの茂みでも隠れるかい？隠れるには少し遠いな。殴り倒してしまった方が楽だろう。野蛮だね。少しは暴力以外の解決法を学んだ方がいいんじゃないか。ヤクザに言われちゃ世話ねえ。警備員を殴り倒す。石を警備員に投げる。これじゃバレるな。茂みに隠れる。茂み怖いでしょう。手前の茂みに隠れよう。走るぞ。そこにいるのは誰や？くそ。なんとか正門までは全速力で逃げたものの、通報を受けて駆けつけた警官に駅前通りで発見されてしまった。
そんな侵入したぐらいでそこまで追いかけるかね。グッド。おい、どうするつもりだ。黙って見てろ。懐中電灯を潰すってことか。ナイスピッチング、やるもんだね。今のうち隠れぞ。余計警戒させると思うけど。 おい、一体どこに隠れた。このままでは見つかるな。もう一度石を投げて気をそらせないか。やってみるか。噴水を狙う、街灯を狙う。街灯かな。街灯だとバレるか。噴水にしよう。なんだ、水の音か。ん？そこにいるのは誰や。くそ。だって街灯割っちゃったらさ、確実に誰かいるって思われるやん。グッド。そりゃ大きな音鳴るでしょうね。なんだ、何の音？おい、どうする？今だったら逃げられるんじゃないか。一緒に逃げる。天の目を先にか。足音でバレるとかか。くそ。なんで警備員の方が難易度高いねん。